平野ノシファンへの贅沢なファンサービスで質問箱で感動の嵐。ジャニーズ事務所を退所し、新たに飛べ所属となった平野ノシ26が、がインスタグラムを通じてファンからの質問に答え、その回答が SNSA で大きな反響を呼んでいます。彼のファンへの贅沢なファンサービスが多くの人々を感動させています。 ヒラの仕様は、ジャニーズ事務所を離れてから、プライベート感あふれる写真などを大量にインスタグラムに投稿しており、そのファンサービスぶりが話題となっています。彼のファンからの質問に答える形で行われた質問コーナーも、多くのファンが興奮し、感動した瞬間となりました。彼のインスタグラムには、彼のプライベートな瞬間や魅力的な写真が満載です。 そのため、ファンからは、ただで見ていいのという驚きの声が上がるほどです。8日には、深緑のスーツを着て、銭湯で撮影した写真10枚を投稿し、大量にどうぞ、とコメントを添えていました。そして、その日の質問コーナーでの質問に対して、平野は、なんでいっぱい写真出してくれるの という質問に対してみんなに会えている気分になってもらいたいからと答えました。この回答にファンからは感激の声が相次ぎました。こういうとこ、涙この言葉だけで本当に嬉しくて幸せです泣いちゃう、涙平野志洋くんなんて優しいの、涙、と多くのファンが彼の優しさに感動したのです。さらに、銭湯での写真についての質問に対しては、雑誌か何かに載るの という質問に乗らないよ。みんなに見てもらいたいってだけで撮ったやつだもん。だから衣装とか場所も、こういう場所で、こういうの着て撮りたいって打ち合わせしてやってもらったんだよん、と答えました。この回答にも、ファンからは、なんて贅沢なファンさなんだん。ピリオド、ありがとう、本当にインスタグラムのためだけの撮影なの、驚きマーク、など、 彼の献身的なファンサービスに感動の声が寄せられました。平野紫耀のファンへの贅沢なファンサービスは彼のファンたちにとって感動的な瞬間となっています。彼のプライベートな瞬間を惜しみなく公開し、ファンとのコミュニケーションを大切にする姿勢は多くの人々に愛される理由の一つでしょう。 彼の SNS 上での活動は、ファンとの絆を深める素晴らしい手段となっており、今後も注目されることでしょう。平野紫耀のファンたちは、彼の温かさと優しさに感謝し、彼の活動を熱心にサポートしています。